全国の皆さんこんにちは。まあ、こ流速に頭が回ってます。いきなりそれ入れるんかい。はい、というわけで、はい、今回やりたい企画は、はい、天才3人なら東大の過去も暗算で解ける説。前回ですね、はい、感覚で、感覚の二次試験、陽門の風が吹いているような感覚の問題を、まあ、お二人は見事、暗算で解かれたと思うんですけども、まあ、正直、はい、感覚っていうのは、やはり陽門すぎるがゆえに、まあ、お二人にとってはこう、もう目玉焼きみたいな難易度だったじゃないですか。目玉焼き、まあまあまあ、そんな、パカって割るだけでいけたって感じじゃないですけどね。誰でもできるんすわ。マジで悲しい、それやって誰でもできることで生きてたんやったらほんまに謝るわ。というわけで、まあ、今回はですね、まあ、東京大学の、まあ、こちらの過去問を、まあ、用意したので、まあ、それをね、まあ、文殊の知恵で、まあ、解いていただこうと。文殊の知恵3人寄る、3人寄る文殊の知恵で表すパターン珍しいぞ。だから東大やったら3人で協力すればいけるやろってことね。なるほど、ここ協力していいっす。それは協力していいんじゃない。メモリー役が一体いるかもしれない。一回交代でなる。CPU とメモリーとって。あ、そうそう、そういうこと。だから読み上げさんが CPU やるんだったら、俺らはもう演算を投げるだけで、計算した結果を俺がメモリーする。あ、なるほど。というわけで、はい、やっていきたいと思います。メギタパゼオミズ。もう出てこない。我々が今からやる企画との温度差すごいよ。いや、すごいよ。脳の状態がもう。はい、では第1問。はい、聞くとき目つぶって聞く。うん、そうね。動画であるまじき行為ですよ。まあでも今んとこね、経験的に目をつぶった方がいいよね。まあ確かに、うん、これでも膨大な経験が、解けなかったら結構まずいっす、この後。まずい、この後まずい。ああ、なるほど、そんなのがあった。では問題です。はい、次の定積分を求めよう。これいけるか。積分はでもね、うん、ワンチャンある。うん、俺大好き。うん、いきます。はい、インテグラル0から1の。括弧閉じ dx。 これ多分普通に計算するやつだ。こう3つですか。じゃあ、いや、分担しますわ。だからこれは項がまず4つ出ますが、はい、1個が x 次乗って赤ちゃんみたいな積分入ってるので、3分の1 x 3乗と。それはもういいや。それはいいやってことで。だからもうあれだ、我々の積分も分担しちゃおう、今。で、はい、もうそれ以外忘れちゃおう。ね。オッケー、ああ、いいですね。なるほど、なるほど、なるほど。え、ちょっと。え、闇野さんは何するんですか。俺、2個目と1個目でしょ。2個目と1個。左に、右1。はい、はい。積分取れて終わらせれば。はい、オッケー、オッケー。一旦符号を考えなくていいですか。うん、符号最後にしようでしょ。オッケー、そうです。オッケー、それでいきます。終わった、俺は。いや、マジか。じゃあ俺、オッティのサポート回ってってもいい。俺、もうあるよ、それ。サッカーみたいな。サッカーみたいな。ボランチ。ちょっと、サポート回るわ。ちょっと、オッティのが一番ハードやん。実は、この前の感覚の積分の問題より、これ実は結構、いけてる。3人いるから。3人で協力するとっていうところが。1人は絶対無理だね。3人はやっぱ強いんや。1人やと絶対できひん、これ。うん、できない。うん、そう。だから、3人の結果で。こっから得意なのが、電眼なのよ。俺らのこの単なる定数を差し合わせる作業をしてほしい。めちゃくちゃしんどいな。ちょっと言うね。はい、結果を言うね。3分の1、うん、マイナス、うん、ルート2分の1、2分の1なの。そう、1個目のやつ。じゃあ、これで合ってるわ。書きます。これでいきます。よし。答え、こちら。8分の π 引く12分の35プラス2分の5ルート2。それが君たちが出した答え。はい。はい。愛の結晶。愛の結晶です。文殊の知恵。愛の不時着です。間違いないね。はい。というわけで、そちらの答え。はい。正解！よし！すごい。やりました。すごいな、これ。受けてまうんや、これ。はい。前回積分で見せてたから、はいはいはい、これ解けへんやろなと思って出したんですけど。なるほど。それをメモリの力で、解くさせてきたと。で、問題です。はい。P イコール2プラスルート5と置く。これやばいんじゃない？これ。これやばいんじゃない？最大公約数を求めよ。絶対あれじゃん。ユークリッドのご情報じゃん。オッケー。まあ、でもこれはなんかね、
てる気がする。解放がまず全部浮かんだ。なるほど。ピータ式の対象子使うのこれ多分。はいはいはい。次数下げるときに。だからまず A1 は4だよ。A2 は2乗するから A2 18。じゃあ A1 A2 イコール A1 引く A2 引く。おい。AN プラス1と AN の最大公約数 AN プラス1どうやってどうやってご情報したの A イコール BQ プラス R みたいな感じで、うん、A と B の最大公約数が B と R の最大公約数に等しいみたいなのがあはいはいはいそう知ってる、うん、でそうするとこの形見ると4と18の最大公約数求めろって言われてるのと同じなんだよねこれ、うんうん、4と18の最大公約数が22でしょ、うん、の答えは2できましたでもできた全部全部できたマジ全部はいじゃどうぞ答え、はい、こちら1番 A14A218 2番 A1AN イコール AN 足す1引く AN 引く14番2それもし外したら裸で草原一周裸で草原一周もしそれで間違ってたら、はい、念願日常で裸で何が悪いのかっていう授業を解説してください。裸でね。なんで俺だけがそのマイナスを食らわないなんで、怒ったりぶっけたくたまるだけ。では、そちらの答えは、ピッ正解あまりにあっさりしすぎてありがたみがないんやけどすごいじゃああと2問やりますか あまりにあっさりしすぎてすごいそこまで難解な変形がまずなかったなかったイラついたななんかちょっともういいよイラついたもうちょっとな最後積分の体積とか出したいなああこれいいよはい問題です、はい、座標空間内を長さ2の線分 AB が次の条件 AB を満たしながら動く空間やからなAB が通過することのできる範囲を K とするこんなやつやつだよな多分な、うん、こういう形してるよ、うん、そうそういう形になる、うん、ガウディが作ってそうな建物はいこの時 K と不等式 Z 何々イコール0の表す範囲との K と不等式 Z 何々イコール0の表す範囲との K と不等式 Z 何々イコール0の表す範囲との共通部分の体積を求めよう。じゃあ最後。あのリバースカードオープンみたいな顔でさ、問題興味ある。横で切った時の半径だけ分かればいけるんだよ。俺今単にさ、線分が通過する領域でしょ。帽子の上の部分あるよね。この部分もだよね。こうなった時のこの上側の。あ、じゃあ鼓みたいになる。こうだね。こうだね。なんかね。うん。砂時計みたいな。砂時計みたいな感じ。あ、そっかそっかそっか。まあ、さっき言ってたみたいに切るしかないよね Z の平面で切るしかないはいはいそうですよこれ解けたら終わりにしようぜあのなんか始まった時とキャラ違うんやんあの始まった時とキャラ今ちょっとあの両門の風吹かしてる両門の風吹かしてるてかちょうど多分あの両門の風吹かしてるってなこれいいよやばいなんなの持ったやつ名門の重り生やしてるのブーリンも来る。なるほどなんだ。円錐の時のこの10001でこうなってる時があるじゃないですか。うん。こっから過程があるね。だからまあここまでを一旦求めて。うん。であとはもう上の余分部分もでやるしかない。これ今ここ001やんな。001でこれの円錐がまず絶対できるんですよ。そうこの円錐は簡単だよね。これの三元も使えばいいよねこれね。そうですね。1で2で、まあ、ルート3じゃん。だからルート3。あそういうこと？ルート3かけるルート3かける3.14かける3分の1。パイ。きれいにパイだ。下はパイ。パイ。上のこのちょっと丸みを置いてる部分がえぐいむずいね。これの角度がちょっとこうなったとき、そうです。ここの長さが分かれば、こことここの三平方先ほど出せる。出せる。じゃあ長さ分かる。さっきした方法で。今 t で1なんで、したらここが t 引く1対1。で、こうなってるんで、ここも t 引く1対1で、あ2を t 引く1対1。長さが2なんで、それやろう。意外と、だから次の2つでいいです。それやろう。うん0から1までしてきましたよ、ね、1から2から1から2までしてきましたよ余ってる部分一旦ここを無視しますね2括弧 t 分の t 引く1の2乗やな、はい、行こう説おお。
本当に出たのか、はい、これ違ったらどこが違うか分からん。はいはい、我々の回答、あれ、鼓みたいになるんですか。こうだね、こう、こうだね、なんかね、うん、砂時計みたいな、砂時計みたいな感じ。あ、そっかそっかそっか。今 T で1なんで、T したらここが T、 T 引く1対1、 1、 1で、こうなってるんで、ここも T 引く1対1で、あ、2を T 長さが2なんで、頑張ってるけど、一旦ここを無視しますね。2カッコ T 分の T 引く1の2乗やな。こちら、ドン3分の20マイナス2ログ2の全体 π です。なるほど、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。これもし間違ってたら呼び乗りはもう黒板使えません。待って待って待って、言いましたね。いや、言いました。ではそちらの答え、残念。どこだ、違う、呼び乗り終わったもう。で、もうそんなせいことせずに紙に書きなさいよ。書けないんだよ、君のせいで。紙という文明を失った。紙という文明を失った。そう。で、あ、そっか。T 引く1対1なんで。T 引く。ここが。これ。ちょっとずるい。ちょっとずるい。これは、それすらをちょっとずるいに分類される。暗算って別に目に見えるものは使っていいでしょ、さすがに。確かにね。T 引く3分の13の17。で、もともと下にあった円錐の π1 分を足して。3分の3足して3分の20。3分の20になって、これになってなっちゃうんだよ。だから答えが間違ってるんだよ。もしかして、問題はそもそも間違ってるよと。え、Z 大なりイコール1の範囲のとか書いてます、もしかして。僕が言ったのは、はい、K と不等式 Z 大なりイコール1。おーい、おい、これおい、パイいらねえわ。じゃあ17や。3分の17じゃん。あなんだそれ。こういうのがあるんですよね、目隠しは。最終回答、3分の17引く8ログ2カッコ閉じパイ正解。いけてたんだ。いけてたんだ。うわちゃんと聞いて、わめっちゃ剣山したもんね。すごい、よくできたわ、マジで。マジで、よくできたわ。本当に。あ、もうこれ、コングラツレーションはい、はい、というわけで、暗算でも、東大は解ける。3人いれば文字の知恵やから。本当に俺はね、3人がギリです。3人ギリ、2人やと無理やったと思う。だから、競技制度としては非常に、じゃあ3人っていうのは、ベスト采配やったんや。だからこれ競技にするなら一人一人やと無理すぎるから、うん、3人一組高校対抗とかにすれば、これでバッてやって、お前これやってけ、お前これやってけ、お前これやってけみたいな、これやったら、うん、めっちゃ見てる方おもろい説ある。見てる方おもろいんかこれ。でも多分東大生3人とかでガチで取り組んだらこんなんすぐなんじゃない、うん、もしかしたらいけるかもね。こんなんすぐ、まあ、すぐ、ね、ちょっとでもこれさ、やっぱバトルしたいね、やっぱり。バトルしたい、うん、だから3人一組で俺たちに戦いを挑むやつ、ちょっと募集したい。視聴者バトルしたいね。確かに、あ、かっこいい名前考えた、その大会の大会の名前かっこよく考えよ、アルファベットでモンジュにしよう。高速増殖らしいね。